はい。産福祉士、資格合格チャンネルの講師のつーちゃんです。この動画では、社会福祉士や福祉住環境コーディネーター、そして公認心理士などの福祉系、心理系の国家資格を見るだけ、聞くだけ、聞き流しで合格レベルにする動画となっております。えー、ぜひ、皆さん見て、聞いて、学んでください。それでは行きましょう。はい。産福祉士、資格合格チャンネルです。講師のつーちゃんです。今日もよろしくお願いします。 引き流し福祉住環境コーディネーター2級の5回目となります。今日はですね、日本の高齢化についてやっていきたいと思います。福祉住環境コーディネーター2級の5回目です。引き流し日本の高齢化についてです。1番です。日本の人口のピークはいつでしょうか ?2008 年平成20年 で,す、ね、でそこで1億2,808万人だったんですね。もう今から15年ほど前ですか。えー、その時が、えー、日本の人口のピークだった年なんですね。えー、では2017年平成29年には何人に減少したでしょうか 1>, 1億2671万人ですね、えー。今から6年前にはもう1億2671万人に減少しているんですね。2番です。2035年、令和17年には何人になると推計されているでしょうか ?1 億1522万人ですね、えー。確実に減り続けているということ。これは押さえておいてくださいね。 3番です。2021年令和3年における65歳以上の高齢者人口は3618万人で総人口に占める割合はどれだけでしょうか高齢化率28.8%となります65歳以上の高齢者人口を高齢化率というんですけれども2021年令和3年における総人口に占める割合は 28.8%、もう30%近いんですね。4番です。高齢者の中でも後期高齢者75歳以上の割合が増加しており、前期高齢者65歳から74歳の数を上回ったのは何年でしょうか ?2018 年、平成30年なんですね。えー、もう今から5年前には、 えー、後期高齢者が前期高齢者の数を上回っているんですね。えー、でですね、あの、米印なんですが、これは今後も増加すると推計されています。5番です。日本の総結成帯数がピークを迎えるのは何年でしょうか ?2023 年、令和5年ですね。5419万世帯となります。 今年ですね、この2023年が日本の総世帯数のピークになる年なんですね。これからまあ減り続けるということになります。6番です。世帯で増加しているのは主としてどんな世帯でしょうか世帯主が65歳以上の高齢者世帯ですね。こういった65歳以上の高齢者世帯が えー、主として増加しているということですね。7番です。高齢者世帯の家族構成については、多く占める世帯を2つ答えましょう。単独世帯と、夫婦のみ世帯ですね。えー、で、今後はなんですが、単独世帯の増加が見られるとなります。まあ、あのー、高齢者世帯っていうのはもちろんですね、息子さんであったり、娘さんであったり、そういったこう、 ご家族が、あの、子供さんたちがもう独立してですね、えー、出て行ってしまっているということで、夫婦の未世帯とか単独世帯がやはり多く占めているんですが、えー、今後は単独世帯ですね。えー、まあ、おじいちゃん一人とかおばあちゃん一人とか、そういった世帯の増加がますます見られるということになります。8番です。65歳以上の世帯で単独世帯の割合は2040年。 には何になると推計されるでしょうか ?40.0%。まあ4割がですね、65歳以上の世帯で単独世帯の割合となります。これがですね、2040年なんで、まだもう少しありますが、あと17年後にはこういう形になるということになっています。9番です。2010年、平成22年の内閣府調査では、 将来、介護を受けたい場所として一番多いのはどこでしょうか自宅なんですね。えー、これが37.3%となっております。10番です。自宅で介護を受けたいという人は、男女でどちらの方が多いでしょうかはい、男性なんですね。男性の方が自宅で、自宅で介護を受けたいと希望している方が多いとなります。 えー、割合で見るとですね、男性が44.7%、女性が31.1%ですね。11番です。厚生労働省の統計によると、死亡原因で、癌や心疾患などの病気に次いで多いのは、交通事故。どうなんでしょうか 家庭内事故なんですね。えー、ま、高齢者の死亡というのは、ま、やはり、こう、癌であったり、こう、病気系ですね。病気がやっぱり多いんですが、次いで多いのが、交通事故と家庭内における事故。これが多いんですね。12番です。2020年、令和2年の統計では、年間13,708人は、家庭内事故が原因で亡くなっており、 そのうち65歳以上の高齢者は何人でしょうか ?1 万1966人なんですね。これ結構びっくりする人数なんですけれども、まあ、2020年の段階ですが、年間1万3708人中、65歳以上の高齢者が家庭内事故で亡くなっているのが1万1966人。まあ、かなりの割合で、 えー、家庭内事故で亡くなる高齢者は多いとなります13番です家庭内事故で亡くなった高齢者の人数は交通事故で亡くなった人数の何倍に当たるでしょうか5倍以上なんですね、えー、交通事故もまああのそこそこあるとは思うんですがそれよりもですね圧倒的に多い5倍以上の数が家庭内事故で亡くなった ているということですねこれも押さえておいてください14番です65歳以上の高齢者の家庭内事故による死因で最も多いのは何でしょうか歴史溺水ですねまあ溺れて死ぬという形ですねそれが42.5%となりますまあ半分まではいかないですが4割強ですね、えー、というのが歴史溺水となっております 15番です。高齢者の家庭内事故で多い順に4つ答えましょう。はい。まず1位が、溺死、溺水ですね。えー、42.5%で、14番の一問一答でもありましたが、まあ、これが1位なんです。そして2位ですが、その他の不良の窒息ですね。これが23.5%。3位が、転倒、連絡ですね。17.6%。 で4番目が火災などですね。これが4.5%となります。こういった、まあ、えー、家庭内事故で多い順となっております。16番です。日本での高齢者福祉制度の始まりは、身寄りのない貧困の老衰者を救済するという何でしょうか ?1874 年、明治7年の十級規則ですね。これが日本の高齢者福祉制度の 始まりですね。これ、必ず押さえておいてくださいね。17番です。第二次世界大戦後には、養護高齢者を収容して保護する養老施設が設立されるきっかけとなった何が制定されたでしょうか。1950年、昭和25年の新生活保護法となります。18番です。 1963年昭和38年変更審査老人ホームへの収容等老人福祉の増進のための事業などが定められた法律は何でしょうか老人福祉法となります。これもですね、結構重要です。えー、1963年昭和38年に老人福祉法が、えー、制定されたということですね。19番です。老人福祉法により 老人福祉施設として何ができたでしょうか ?4 つ答えましょう。はい。養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、そして、経費老人ホーム、老人福祉センター等となっております。これもですね、結構重要です。老人福祉法により、老人福祉施設が4つできたんですが、この4つですね。養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム、 老人福祉センター等ですね。これ覚えておいてください。20番です。1973年昭和48年老人福祉法の一部改正により何が実施されたでしょうか老人医療費無料化ですね、えー。もうかなりですね、もう50年ぐらい前なんですが、えー、1973年昭和48年に、えー、老人福祉法の改正によって で老人医療費無料化とというものががなされたことがあるんです二十一番です。1983年、昭和58年に、老人医療費無料化は廃止されたんですが、何、えー、という法律が施行されたでしょうか。老人保健法となります。二、え、十、ー、番でですね、出た老人医療費無料化なんですが、これが続いたのは十年間だったんですね。 1973年に始まって、1983年、昭和58年に、えー、老人医療費無料化は廃止され、で、その年にですね、老人保険法というのが施行されております、はいえー。今回ですね、テキストの5回目ということで、日本の高齢化についてという内容で動画を作っています。えー、現在日本の 高齢化の変遷をデータをもとに深掘りしています、えー。そしてですね、高齢者福祉施策について、えー、一問一答を作っていますのでね、今日はかなり重要です。あの、基本的なことなんですけれども、まあ、しっかりとこのあたりは理解して、えー、覚えておいてくださいね。はい、えー、何度も何度も繰り返し動画を見て聞いて覚えてください。聞き流し、ながら聞きで OK ですのでね、生活のちょっとした隙間時間や空いた時間、通勤通学の時間とか、朝、 起きた後の10分、15分とか、夜寝る前の30分とかでもいいのでね、えー、毎日やることでしっかりと実力がつきますので、頑張って勉強してください。はい、えー、福祉環境コーディネーター2級のテキソードがまだまだ上げていきますので、よろしくお願いします。以上です。